市場の嵐と来たら最悪の時からやむことがないね。なんでもコルドロンを中心に巨大な魔力が未だに渦をなしているとか。きっと結晶炉がまだ動いているせいだろうね。もう元の国には戻れないのかな。これはいいところに歴史のおさらいをしましょう。我が国を襲ったあの悪夢の後、魔王軍と妖精軍で残ったコルドロンの争奪戦が起こった。我が国との戦争で疲弊した魔王軍を妖精軍が下し、一旦は引き下がった魔王じゃが、妖精たちがコルドロンを操るティトレルの指輪を見つけたことで、この場所をめぐる長い攻防戦が始まったのじゃ。どうしたのです？こんにちは、お姫様。いやー、儲かりましたよ。仕入れに戻ってきたんです。でも妖精の国も戦争前で、ちょっと雲行きは怪しいですがね。あの魔法使いと死の国へ行ったのですと。なんと危うい、汗が噴き出しますぞ。すぐ近くにおられるのでは。あのように戻られてからはずっと青ざめたご様子なのです。お聞かせ願いまする。一体何にそんなに怯えておいでなのか。おじい様が、バレンタイン王が死の国を抜け出されたのです。亡くなられた王が何故に。おじい様はコルドロに執着していました。それが真実なら、今度こそ予言の第一節にある絶望を吐き出す大釜となり得るでしょう。終焉の始まりなのですか。わかりません。肥料となって冥界を抜け出した王のお心を測れようはずもない。先生のお知恵で何か最悪を避ける手立てはありませんか。お父様、コルドロンを制するのは一つの指輪じゃ。かつておじい様の指にあったあの。そう、ティトレルの指輪です。あれでコルドロンを止めてしまえば、たとえ王でも命令はできまい。それは今どこに。コルドロンを抑えている妖精の国にあるので、私が忍び込んで指輪を取り返します。何を言われます。ベルベット様、運命のまま死を待つくらいなら立ち向かうわ。妖精の国に魔法で出入りしている者がおりまする。あの者に頼めば。見つかればプーカが悪者になってしまう。このことは皆には言わないで、皆を巻き込みたくないの。嫁が聞く妖精から身を隠すなんてできませんわ。その時は鎖が私を守ってくれます。宮殿に入り込んだ賊が出たのです。この女がその賊にございます。見ればわかるわ。目的は手の中にある。それね、お母様の指輪を今すぐ返しなさい。何ですと、ティトレルの指輪を。これは災いの中心地から盗み出されたバレンタインの指輪。
この忌まわしい宝は妖精たちのものじゃないわ。何か訳ありのようじゃな。だが間違っておるぞ。その指輪は譲り渡されたのだ。指輪の正当な保持者から。バレンタイン王は災いの時に見まかられた。妖精の嘘は聞かないわ。いいや、指輪は我らの女王に譲られたのじゃ。生き残ったバレンタインの王子からな。王子イングヴェ、まさか。だとしても指輪は返せない。逃がすものか。心配しましたぞ。先生、誰かに見られてはいかん。早く隠しなさい。この指輪があればコルドロンを止められるのですね。今この辺りは戦乱の最中、誰もあれには近づけますまい。お父様、本当に王は再び災いを願っているのですか。いや、王のお心はわからない。だが王が再びコルドロンを悪しき技にお使いなら、最後に王をお止めできるのはあの方のおそばにおられたベルベット様だけじゃろう。でもベルベット様が危ない目に遭われるのは耐えられませんわ。本当に真の像が凍りつくところだ。その鎖を持たせているのは盗賊の真似をさせるためじゃない。イングヴェ、取ってきたそれもどれだけ危ないものか知るまい。俺が預かろう、ベルベット。その指輪を出すんだ。どうしてそのこと知っているの。双子の俺たちにお互いわからぬことはないさ。妖精の国にも
スカルディの仲間がいると言っていたわね。その鎖がお前をおてんばにするなら、俺が隠してしまおうか。そう睨むなよ。俺はお前が心配なだけだ。怒ったのなら謝るよ。お願い、私のことは放っておいて。いずれあの指輪は奪うとして、とりあえずは指輪指輪とうるさいジジイどもをどうやって黙らせるかだな。